方面に向かう便と田川を同時に行く便でちょうど30分減ったので1時間にもなる で田川線の方は1時間に
線で、以前ここ宇都田線線が同時にこれは保管してるっていう駅あとこちらからいらっしゃってずっと40人ぐらい運転体験やってる最中にエンジンが壊れてみんなで押したというたんです。で、空調がですねないので室外機をつけて家庭用のこっちが軽いバージョンですね。ATS の車上時ですね。
これがあの地上市、レールの間に、機関にですね、地上市がありますんで、そこと、そこを通過すると反応するというための車上市ですね。こちらからちょっとエンジン部分の反対側になりますんで、まあ、電気機だったり空気配管だったりができないと。ここがエンジンの部分になりますね。エンジン本体と変速機になります。で、こちらについてる小さいのは圧縮機ですね。こちらの台車が動台車。エンジンの動力を伝えるための台車。で、その向こうは繋がってないので、重台車ですね。もうついていくだけの台車になります。こちらが動く台車ですね。まあ、バッテリーのボックスがあって、それで反対側の ATS の地上車がね。両運転台なので、両方についてる。こちらが台車。ラジエーターがあってですね。小松のエンジンですね。を乗せています。ですので、まあ、基本的に全国的に、500リッターです。こうガチャーンとこう来て、これを押すことによって、ガチャンと、これでこう、お互い、もう絶対お互いこう、ついてくる。開放。これを押すと、大体150m になりますので、多分運転体験されてる会社さんによってはもう結構長い方かなと思います。下着設定。両手とか右左とか2ハンドルとかありますので、基本的には私とか左手の片手1ハンドルで操作をするという方法です。電気指令式のブレーキです。ですので非常位置がある、それから8、7、6、5、ブレーキシリンダーを押してますので4、3、2、1でニュートラルまで行くと全部ブレーキできる。このつまみを押すことによって加速できるという形で、加速、注意から駅、止まる位置に合わせてブレーキを調整をしていって止まるという操作を今からしていただきます。出発進行、はい、ちょっと急な市場。